よろしくお願いします。えっとご紹介に預かりました。西子と言います。よろしくお願いします。<laughs> まず簡単に自己紹介させていただきます。えっと、西堀三郎っていう本ハンドルネームで、ツイッターとかにいまして、本名は坂上っています。東京都伊豆島っていう田舎から出てきた人間です。株式会社ベアテールっていうベンチャー企業でして、えっと、アンドロイドのエンジニアとしてメインで仕事をしています。ここでコトリンを業務でがっつり書いてる感じになります。で、たまにウェブのタスクもやります。Rails だとかリアクトを。 使ってタスク紹介ししたりしますで、えっとまあ、今日話すコトリン JS に関しては結構こう趣味の時間を使っていろいろ作ったりですとかをしているので、まあ、その時にえっと知識っていうのをえっと発表させていただければなと思います。はいでえっとまあ、早速なんですけども今日話す内容ですね、えっと、ざっと。 説明したいいと思ますまず最初にコトリン JS の概要どういうものかっていうのを簡単に説明をしますアップデートの歴史ですとか僕が作ったウェブアプリケーション2つほど紹介してどういうものがコトリン JS を使って作れるんだろうかっていうのを皆さんにお見せできればなと思います2つ目はですねコトリン JS とリアクトを使ってですね簡単なウェブアプリケーションハローワールド的な簡単なウェブアプリケーションをハンズオンのような形式で えとどうやって作っていくんだろうっていうのを説明したいと思います。えー、2通り方法があるの,あるので、まどちらも説明していきます。で最後にコトリン JS のえっとアプリケーションにですね、JavaScript のライブラリこれを導入することができるんですけども、これはどうやってやるのかっていう話と、結構こうハマりどころですとか、こうチップスみたいなところがあったりするんで、それを共有できたらなと思います。 で、えー、とこのセッションを通してですね、コトリン JS を使って、まょう、近に来てくださった皆さんが簡単な Web アプリケーションを作ることができるっていうのを一つ、ゴールにしたいなと思います。コトリン JS でフロントエンドの開発を、えー、開発ってどういう感じで進めるのかっていうイメージの共有ができればなと思います。はい、で、コトリン JS のアプリ、まあ、JavaScript のえっとライブラリー資産が使えるっていうのがすごい大きなところなので、まあ、そこの地点を皆さんと共有できたらいいなと思います。はい。 では早速コトリン JS の概要を、えー、軽く説明していきたいと思います。コトリン JS、えっと何をしてくれるものかといいますと、えー、っと、まあ、一言で言ってしまうとコトリンを JavaScript のコードへ、えー、っとトランスパイルする、まあ、コトリンの位置機能およびそれを、えー、っと実現してくれるグレードルのプラグインですとかのフレームワーク群のことを言いますとこうしてリファレンスの原文あさると、まあ、コトリンプロバイザーアビリティーターゲットみたいな英文が書いてあるんですけどもまあ、えーっと そのようなことが書いてありますと。はい でえー、とそもそも JavaScript を使った Web のフロントエンドの開発でどういうツールが必要とされるのかというのをちょっと最初に、えー、と明らかにしておきたいんですけども、まあえー、と当然のことながら JavaScript のコードは当然必要であとは、えー、と見た目整えるスタイルシート CSS だとか HTML のファイルが必要になりますとでこれ以外にも、えーとまあ、パッケージ管理ツール、えー、よく NPM が、えー、とほぼデファクトで使われてますけど NPM が使われるのとあとそれからモジュールバンドラーっていう、えー、っとものが。えー フロンントエンドのの開発の中ではよく使われますと,はいえとこれ何をしてくれるかというとまあ複数の JavaScript のファイルですとかモジュールっていうのをえと一つの,の JavaScript のコードにまとめて HTML の中で扱いやすい形にしてくれるえーツールですとフロントエンド開発の世界では Webpack っていうのがデファクトですけどもまあこれが使われるとまあモジュール間の依存関係の解決ですとかコードリソースの変換っていうのを Webpack がやってくれたりしますと。 コトリン JS はです、ね、この必要なものをコトリンの世界で用意してくれているという、えー、とフレームワークになりますとコトリン JS が提供できるものとしてはコトリンから JavaScript のコー,ドにコードに変換可能なコトリンの標準ライブラリがありますとコトリンから JavaScript への変換を実行してくれるグレードプラグインがあると,で、えー、とさっきツール2つ説明した NPM ですとか Webpack のコマンドをグレードル経由で 実行することができるプラグインっていうのをこれらを提供してくれますと。で、これに追加で HTML や CSS のコトリンの DSL のライブラリですとか、各種 JavaScript のフレームワークのラッパーのライブラリをこれを組み合わせることで、フロントエンドの開発をコトリンの世界で実現させようっていうのがコトリン JS の概要になりますと。JS 変換、バージョン管理、w e b a ックのバンドル、これが全部コトリンの中で用意できると、そういうものになりますと。 はいで。 コトリン JS のですねアップデートの歴史を軽く説明すると、正式リリース、コトリン JS の正式リリースがあったのが17年の3月1日ですと、コトリン1.1と同時にリリースされました。ベータ版とかアルファ版はもっと昔からあるんですけども、この時にですねコトリン 2JS っていうプラグインで、コトリンから JavaScript への変換というのが正式にできるようになりましたと。同じ年の月にですね コトリンフロントエンドプラグインっていう、えー、これもグレードルのプラグインがリリースされましてでこれがグレードルから NPM ですとか Webpack のコマンド実行をサポートしてくれるプラグインができたとでこの2017年のえっと上半期の段階でえっとコトリン JS を使って Web アプリケーションがまあ大体作れるようになったそういう感じになりますでえっとまあ直接コトリン JS とは関係ないんです直接変更があったわけではない ないんですけども、えー、と11月 17年の11月28日にコトリン1.2のリリースがありましてここでコトリンのマルチプラットフォームがえーとステーブルになったんだったっかな確かはいでえとここで JVM やネイティブのえとモジュールとですねロジックですとかえとドメインオブジェクトを共通化するっていうのができるようになりましたでちょっと日付が飛んで19年の今年の6月19日にですねコトリンの1.3.40がリリースされましてここで結構大きな変更が入りました えっと、まず、コトリントゥジェースっていう、えっ、ー、と、 プラグインがですね、コ、え、ム、ー、j e t b r a i n s k o t l i n j s っていう、えー、と名前に、改名になりました、名前が変わりましたと。で、えー、とこの k o t l i n j s プラグインに、えー、k o t l i n フロントエンドプラグインの、えー、一部の機能が統合され始めましたと。えー、NPM ですとか Webpack のコマンド実行の、えー、と機能が k o t l i n j s のプラグインの方に入ってきたと。で、この k o t l i n フロントエンドプラグインっていうのは今後どんどん機能が ことに JS のプラグインの方に、えー、吸収されていくので廃止予定ですよっていう、えー、公式のリリース文での告知が入りましたと。はい、で、えー、と昨日ですね、8月23日の、えー、1.3.50のリリースで、まあ、ウェブパックの設定項目が追加されたりだとか、バグの修正が入ったりしましたと。 でえー、とまあ最近のアップデートの流れを見ますとコトリンマルチプラットフォームの一部としてこのコトリン JS 周りの各種プラグインがこう一つにまとまる流れというのがありますと,、はいでえー、と一つこう注意皆さんに注意していただきたいのが、えー、Google でこう ことに伝説触りたいなと思って探すとえっと正式リリースがあった。2017年頃の記事っていうのが結構たくさん出てくるんですね。ブログの記事触ってみたみたいな。ただ、ここの時期の情報っていうのはもう1.3。40以降、あのコットリンフロントエンドプラグインがこうなくなったりとかするので、どんどん古くなっていくとなので、まあこここの古い情報なんだよっていうのを念頭においてこう調べてもらえるといいかなと思います。はい。 コトリン JS のこう軽く概要的なのをざっくり説明したんですけども結局どんなものが作れるのかっていうのを全然まだイメージが湧いてないと思うんですけども、まあえー、と言葉で言ってしまうと最終的な成果物っていうのが全て JavaScript のファイルになるんですね Webpack のバンドルを通した JavaScript のファイルになるので、まあ、理論上はですね JavaScript で作れるものは全てコトリン JS で作ることは可能ですと。えー、と,ということで、まあえー、と実際に作れるものとして、まあ、僕が作った2つですね えと自分のポートフォリオサイトコトリン JS で作って実際にえとプロダクションに公開しているのでえとそれをお見せするのとあとブラウザ上でコトリンを学べる学習サイトでコトリさんの自習室っていうのを作ってたりするのでそれをえと紹介したいと思います、はい、まず最初はえと僕のポートフォリオのサイトですね、まあ、こんな感じで動きますとでえと使用しているライブラリはコトリンのちょっとこれは古いんですけども1.3.3インチを使っていて でえー、とリアクトとマテリアル UI の、えー、とフレームワークの上で、こう、ビューを作ってますと、ウェブページのビューを作ってますと。で、えっ、ー、と、Google マップの JavaScript の SDK から、Google マップ API を叩いてたり、えー、しますと。はい でこれ吐き出した JavaScript のファイルを Firebase ホスティング使ってホスティングしているのでサブロード 0508.me にアクセスしていただくと皆さんも今、お手持ちの,あのパソコンで見れるようになっているのでどんな動きをするのかっていうのをまあぜひ確認していただければなと思います。はい で2つ目、ですねえっ、ー、とこれ何ぞやって話なんですけどもえっ、ー、とブラウザ上でえっ、ー、とコトリン・コーワンズの課題をこうやってこなしながらえっ、ー、とコトリンの勉強ができるっていう、えー、とウェブアプリケーションになっていますとまあただえっ、ー、と課題やるだけじゃ面白くないので課題のクリアですとかコンパイルエラーだとかえっ、ー、と打ち込んでいるプログラムのえっ、ー、と途中の状態に合わせてこのまあコトリさんというこれトラウルゲームのキャラクターなんですけどもえっ、ー、とコトリさんがこういろんなレスポンスを返してくれると。この かわいい女の子とペアプログラミングをしているような錯覚を覚えながらコトリンを <laughs> 学習できるというそういうサイトになります。えっと、動いているとここんな感じですね。ハローワールドって書ければクリアなんですけども、えっと、コンパイルエラーを起こすとああ、書き方間違えちゃいましたみたいな返答を返してくれたりだとか、えっとまあ、正解を書けるとあ良よかったあの、クリアしましたよみたいな返事を返してくれるというそういうアプリケーションです。これ全部、えっと、フロンントエンドはコトリン js で 作っててまます、はい、実装してます、はい、で、えー、と使用してるライブラリあ使用の感じが違うまあいいやコトリン JS の最新版ですね1.3.50に対応してます、えー、とリアクト JS マテリアル UI の上で、えー、と動いていてであとリーチルーターっていうルーティングのライブラリを使ったシングルページのアプリケーションに なってますとコトリンのこの、えっと、フロントエンド上の実行環境はですねコトリンプレイグラウンドっていう JavaScript のライブラリを、えっと、JetBrains が公式で公開してるので、まあ、それを埋め込んで使ってるそんな感じになりますと。 まあえーとまあ、自分で作ったものなんであ,のあんまり持ち上げるのもあれなんですけどそこそこちゃんとしたアプリケーションが作れてるっていうのが分、えー、かっていただけたかなと思います。はいはい、コトリン JS、意外とできる子だなとなんか作りたくなってきたと皆さんも思うと思います。はい、ということで、えー、とコトリン JS とリアクトを使って、えー、と簡単なウェブアプリケーションを作っていきましょうハンズオンを、えー、とここから始めます。はい コトリン JS でリアクトアプリを作るときにです、ねまあ、2通り大きく分けると方法がありますと。まず最初がコトリンで書いたコードを直接 NPM ですとか Webpack のコマンドを叩いてビルドする、えー、JavaScript のファイルを吐き出すという方法になりますと。まあ、イメージとしては、えー、JavaScript の世界に、えー、と外で書いたコトリンのコードを JavaScript に変換してからこう導入してあげるみたいなそういうイメージになりますと。しては JavaScript で書かれたこう既存のプロジェクトにえっと後からコトリンで書いたえっとこう導入するっていうことが割と簡単にできますと。はい、で、えっと、デメリットとしてはえっと特にコトリンで Android を書いてるサーバーサイドをゴリゴリ書いてるっていうエンジニアの人たちにとっては Webpack や NPM って結構概念として難しいえっとツールになるのでそこのえっとキャッチアップのハードルが少し高いっていうのがデメリットかなと思います。はい 2つ目なんですけども、こちらですね、コトリンで書いたコードを、えー、とグレードルのス,、えー、スクリプトを実行することでビルドをするという方法になります。こちらは、えー、とグレードル経由で、NPM ですとか Webpack のコマンドを、まあ、実行する方法ですね、はい、プラグインを使って。 でこちらのメリットの方メリットなんですけども、まあ、使い慣れた、えー、とコトリンのエンジニア使い慣れた、えー、とグレードルでビルドスクリプトが書けるっていうところとまあビルドスクリプトそのものもコトリン DSL でコトリンで書けるって,、えー、っていうのは結構大きなメリットかなと思いますあとそれから、えー、と前のセッションであアキラさんが発表してたと思うんですけども、まあ、コトリンマルチプラットフォーム との親和性が非常に高いので、そこで、えー、とドメインオブジェクトとの共通化、ドメインオブジェクトの共通化みたいなものを、えー、っとすごくしやすいので、それはそういう、えー、大きなメリットかなと思います。まあ、デメリットとしては、えー、っと既存の JavaScript のプロジェクトへの導入っていうのはすごく難しいっていうのとあとそれから、えー、とグレードルのプラグインの情報っていうのがこうドキュメントもいい感じに整理されてなくて情報が少なくて辛いっていう、まあ、すごいでかいデメリットなんですけども、えー、それがありますっていうそんな感じかなはいで今日は、えー、と両方とも、えー、2つ紹介したんですけど両方とも、えー、と説明をしていきたいと思います まず最初の方ですね、NPM を直接叩く方法です。と。こちらはですね、JetBrains の方が CreateReactCotlinApp っていう NPM のライブラリ、モジュールを用意してくれているので、これを使っていきますと。これ何かと言いますと、まあ、CreateReactApp っていう NPM のモジュールが React で ありますとコマンド一発でリアクトのサンプルアプリを生成してくれる、えー、とモジュールなんですけどもこれのコトリン版がありますなのでえっ、ー、とこれを使って、えー、進めていきますこれ使うことで何がいいかっていうとコトリン JS を使ったリアクトのアプリケーションの実装イメージをすごくつかみやすいのでまあ、これで最初は解説をしていきたいと思いますえっ、ー、とまず モジュールのインストールですねはい、えー、と一番上です npm インストール -g の createReactCodlingApp ってやると,、えー、と npm のモジュール入ってくれますで、えー、とインストールしたモジュールで、えー、とプロジェクト生成のコマンドたたきます createReactCodlingApp の、えーとまあ、適当に myApp っていうディレクトリ名を入れてますけど適当にディレクトリ名指定してあげるともうここで、えー、とプロジェクトのひなっが、えー、と作成されますとで もうすでに実行可能な状態にこれでなっているので、まあ、ディレクトリを移して、えー、NPM スタートってやってあげるともうコトリン JS で、えー、と作られたリアクトのアプリケーションが立ち上がりますローカルホスト3000にアクセスするとこんな感じの、えー、とウェブページが表示されますとコトリンとリアクトのロゴはこうぐるぐる回る CSS のアニメーションでこれ書かれてるんですけどこれぐるぐる回るっていうのとあとそれから立ち上げた時からの 実行時間、経過時間がこう1秒ごとに表示されるみたいな、えー、とそういうアプリケーションを、えー、と簡単に作ることができますと。で、このアプリケーションどういう、えー、と実装になっているかっていうのをここから深掘りをしていきますと。はい、ディレクトリ構成はこんな感じになっています。はい、で、えっ、ー、と ここにパッケージ JSON っていう JSON ファイルなんですけど、これが NPM によるパッケージ管理の情報、バージョン情報だとか書かれた JSON があって、この中にコトリン JS と React で必要なラッパーモジュールのバージョンっていうのが、ラッパーモジュールの名前とバージョンっていうのがすでに追加がされていますと。で、実際のコードはえーとソースディレクトリ以下に全部置いてありますと、ここにコトリン JS のコード、CSS リソースファイルが全部置いてあると。 はい、で、えー、っと一個一個見ていくと,、えー、っとこの index.kt っていうファイルの中に、えー、っとメインメソッドコトリンのメインメソッドが実装されていますと、えー、こいつが、えー、っと最初に呼び出されあメインメソッドなんでこれが最初に呼び出されますと、はい、メインメソッドはこんな感じの実装になっていまして、えーっとえーえー、順番に説明をしていくとソース以下の CSS を一括で RequireAll、えー、で読み込むことができてでここで AppComponent、えー、をレンダーするっていう、えー、処理を書いてますと React、はいえー、における View の構成要素を c、まあ、コンポーネントっていうんですけども、まあ、それをレンダーするっていう描画、えー、するっていう処理ですで AppComponent、えー、の,の実装は、まあ、こんな感じになってますと,、はいでえー、と上から説明していくとコンポーネントの定義ですね コトリン JS では、えー、r コンポーネントっていうクラスがいましてこいつを継承させることで継承させたクラスを定義することでコンポーネントの定義になりますと。はい、で、レンダーのメソッドの中に、えー、と表示したい HTML をこうやって DSL で表記をしていくと。 でえー、と順番に見ていくと、まあ、div タグでクラスネームアップヘッダーっていうのは、まあ、div メソッドの中に、えー、とクラスネームを引数としてストリングで渡してあげるっていうこんな感じで書けると、でタグの中身は中括弧で、えー、と表現をすることができますと、はい、で中括弧の中の h2 タグ welcome to, with あで welcome to react with kotlin みたいな、えー、と書き方ですと、コトリンではこ,とあこんな感じで書けますと。えー、とタグの中の中 文字列は、えー、とプラスにたプラスなんちゃら文字列っていう風に書きますプラスほでほでっていう風に書きますこれ、えー、コトリン JS のコトリン JS というかリコトリンリアクトっていうラッパーライブラリ特有の書き方になります、はい、で、えー、とここがですね回さっきお見せした回転するロゴの表示のコンポーネントになっていますと,で、えー、とこっちが経過時間の表示のコンポーネントになっているとはい でえー、と経過時間の表示のコンポーネントの方もちょっと実装を深掘っていきます、えーと。こんな感じの実装になっていて、えーとまあ、コンポーネント以外にも2つ上の方にプロップスとステートっていう、えー、とインターフェースがあると思うんですけども、これも順番に解説していきます。えー、とこの実家プロップスっていうのが、えー、と親コンポーネントから受けている値の定義をしているところです。えー、とここで言うと えと経過時間を何秒から始めるかっていうのをこれ親コンポーネントから受け取れるようになってますスタートフロムっていうイント型の変数ですねを持っているとで、えー、とステイトの方はですねこれは窒、えー、化コンポーネントの状態を、えー、表すインターフェースクラスになりますと,、えー、とセカンドエラプスドってあるんでこれは、まあ、経過時間何秒経過したかっていうのを、えー、と保存しておくことが えとこのインターーフェースのの定義ができるるようになるとでこのチッカプロプスとチッカステイトを、えー、と R コンポーネントのこのジェネリクスのところに指定してあげると,、えー、となんだ親からどういう値を受け取るのかこのコンポーネントはどういうステートを持つのかっていうのを定義することができますと。はい、で、えー、と中の処理はどうなってるかっていうとインニット関数でまず渡された経過時間の初期化をしていてで、えー、とここコンポーネントディルマウントっていうメソッドがあるんですけどもこれは えとコンポーネントが表示された時に1回だけ呼ばれる、まあ、ライフサイクルの中で1回だけ呼ばれる、えー、とメソッドになっていましてここで、えー、と1秒ごとに経過時間の値を更新するっていう処理をしています、はい、セットステイトメソッドっていうのがリアクトのコンポーネントの中にありましてこれを使うことでステイトの値を更新するのとレンダーメソッドを、えー、と再び呼び出すっていうのを書いてますで WindowsetInternal でこう1秒ごとにこれを えと定期的に呼び出すっていう処理を書いてると、はい。で最後に連打メソッド、経過時間の表示。こんな感じで、えー、とコトルン JS を使ってリアクトのアプリを、えー、実装するっていうことができると、はい。で、えー、と最後コードの比較なんですけれども、えー、と右の方がコトルあコトルじゃないや、JavaScript で書いた場合で、えー、と左の方が、えー、とコトルン JS で書いた場合に。 なりますと、はい。まあ、比較してもらうと分かるわかるかなと思うんですけども、えっ、ー、と HTML のなんだろう、えっ、ー、と見た目を大きくそこまでは損なってないかなっていうふうに思います。あの HTML の見た目に近い書き方で、なんだけど、コントリンの型安全ですとか、そう型安全の世界で、えっ、ー、とリアクトのビューを定義、えー、できるっていう、それがあのコントリン JS すごく考えられているところかなと思います。はい。 でまあ、こ,れここまででコトリン JS での、えー、リアクターアプリのこう実装のイメージっていうのがなんとなく見えてきたかなと思うんですけども、あとそれから、えー、ここからプラスアルファでなんか外部の JavaScript のライブラリを追加したいっていう場合はですね、まあ、NPM の、えー、とコマンドを叩いていただければ OK ですと、NPM インストールなんちゃら、えー、配布配布セーブってやって。 で、るえっ、ー、と、まあ、追加したライブラリをコトリンで扱いたいっていう場合は、これは詳しく説明するので、とりあえず省きます。で、えっ、ー、と、Webpack の設定をカスタマイズしたいっていう場合はですね、こう、npm run eject っていうコマンドをやると、こう、設定ファイルがガサッと出てくるので、まあ、吉永に変更してもらえればいいかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、ここまでが、えっ、ー、と、npm を直接叩いて、リアクト のアプリケーションを作るっていう方法なんですけども次はですねグレードルをの使ってコトリン JS でリアクターアプリケーションを作っていきますと i n t e l l i g e n t i d e a のアルティメットを使って、えー、と Hello World までの実装を軽く見ていきますとはい CreateNewProject、えー、から、えー、とグレードルを選択してコトリン JS4 ブラウザっていう、えー、とチェックボックスがあるんでここにチェックボックスを入れてあげて NEXT を押しますと。はい でえーとまあ、グループ ID ですとかアーティファクト ID をこう指定してくださいという画面が出てくるのでこれはまあ適当にお好みで、えー、と入れちゃってください。でここまで進めると i n t e l l i j です、ね、えっ、ー、がプロジェクトのひな形を自動で生成してくれるので、えー、とここでとりあえずの下準備は完了ですと。ここからやることは、えー、とグレイドルに必要なライブラリですとかモジュールの依存関係を追加して、えー、とビルドの設定を追加するというのを やりますと、はい、でその後、とコトリン JS のコードを追加して最後に、えー、とビルドで吐き出した JavaScript、えー、を読み込むための HTML ファイルですね、インデックス HTML を作成するっていうこの手順を踏んでいきます。サンプルのレポジトリここになってるんで、まあえー、とここのレポジトリのコードを参考にしていただければと思います。はい、じゃあ、えーと、グレードルの規律、えー、追加から実際に、えー、と進めていきますと。はい <laughs> えとグレードルのプラグインの指定とレポジトリの指定を追加していきます、えー、とさっきちょっと説明したコトリン JS のプラグインです、ね、のバージョン1 3 5例を指定しますでレポジトリーズは多分今のところはこの4つがあれば、えー、と動くかなと思います、はいでえー、と指定が終わった後にえに、ー、Webpack の設定をグレードルに書いていきますと,、はいえーとまあ、バンドルをしてくれる、えー、とツールですね JavaScript のツールで コトリンのターゲットブラウザーっていうこのブラウザーブロック内で Webpack の設定を吉野記述することができますとはいでここで何をしてるかっていうとまあポート番号ですとかえっ、ー、とプロキシの設定ですとかあとコンテンツベースっていう、まあ、リソースディレクトリーのパスをえっ、ー、とここで Webpack に教え込むことができますとはいでえっ、ー、と最後これアーカイブファイルネームこれあの 昨日追加されたプロパティなんですけど、バンドル後のファイル名をここで指定することができたりします。はいで、最後、グレードルの勝利で追加しなきゃいけないのがライブラリの依存関係ですね。コトリン JS の標準ライブラリもちろん必要で、あとそれからコトリンで HTML を買うようにするコトリン XHTML ですとか、リアクトのラッパーライブラリですね、コトリンリアクトとかを追加していきます。 コトリンリアクト等々の、えっと、JavaScript のラッパーライブラリは、えっと、JavaScript のモジュールも依存関係を通過する必要があるので、まあ、それを書いていきますと、えっと、JavaScript のライブラリはインプリメンテーションの後に NPM っていう、えっと、メソッドが入あるのでそれを使って、えっと、指定をしていくという感じですでここまでかっていったところで、えっと、グレードの記述は終わりで こととにに JS のコーディングに入りますと、まあ、メイン関数が一番最初に呼ばれるんでメイン関数をまあ適当に宣言してで、えー、っとアップコンポーネントを表示してあげる、えー、描画してあげるっていうメソッドを追加しますと。で えっとアップコンポーネントの実装はまあすごく簡単ですね。R コンポーネントを継承させてあげて、レンダーのメソッドの中に div とあとハローワールドってという文字列をえと書いてあげると、そんな感じになります。で、最後に JavaScript を読み込むための HTML ですね、index.html をえとまあ左のような感じでえと作成してリソース u ーズディレクトリー以下に配置すると。ここまでやると、えっとハローワールド。 実際に動かすことができます。ブラッドリュー・ラーンを実行すると、ローカルホスト8080で,でハローワールドが表示されると。はい。えー、っと、i n t e l l i j の上でやれば、割とサクッとサクッとかどうか分かんないですけど、あのグレードルの記述はちょっと多いですけども、えーっとまあ、100%コトリンの Web アプリっていうのはこれで作ることができますと。はい。で、ここから、えー、っとちょっと Web、えー、アプリ、作った Web アプリに動きをつけたりだとか、CSS をいじったりみたいなところに。 入っていきますと例えばですねこんな感じで動きをつけたいボタンを押したらこの押した回数が表示されるっていうアプリケーションなんですけどもこの実装は左の右か左か向かって左のようなコードになってますとこれはですねさっきちょっと説明したかもしれないんですけどもステートっていうインターフェースを定義してあげることでカウントの 何回押されたかを保存すすることとができますとステートをインニットで初期化してでボタンをクリックした時のコールバック関数を宣言してあげるとこれはセットステートでカウントを1増やすっていう処理をするだけのシンプルなメソッドですね。はい でえー、とレンダーのメソッドの中で、えー、とカウントの表示とコールバックの指定っていうのを、えー、書いていきますと,、えー、とさっきまで div しか出てこなかったと思うんですけども、えー、とボタンっていうメソッドもありましてこれをやることでボタンが入ってきますと,、はいでえー、とアトリビューツのオンクリックファンクションに、えー、とラムダ式を渡すことで、えー、とコールバックを設定するっていうことが勝てると,、はいでえー、とた次に こうボタンのスタイルを変えたいっていう場合、ですねこれも、えーとまあ、直接 CSS を、えー、書いてそれを読み込むっていうふうにしてもいいんですけれども、コトリン j スはコトリンのコードの中に CSS を埋め込むこともできますと、それを軽く、えー、説明します。えーっと さっきボタンっていうメソッドだったんですねもうこれスタイルドボタンっていう風にすると,えとスタイルドボタンのえとスコープの中に CSS っていうメソッドが入ってきますといかにもそれっぽいメソッドが入ってきますと CSS ハンドラルールセットっていうのが入ってきてこの CSS ブロックの中でこう吉野にスタイルを記述することができますと,えと横幅200ピクセルのえと縦が100ピクセルバックグラウンドの色がアクアみたいなえそういう記述ができるようになりますとまあちょっと深い話をすると JavaScript のスタイルドコンポーネントっていうえとライブラリの機能を使ってますと、は。い でこれでスタイルをつけることも簡単ですと CSS もコトリンの型安全の世界の中で書くことができるああ嬉しいみたいなそういう感じになります、はい、で、えー、と簡単な Web ページは作れるようになりましたとなんかもっとここまで来ると,、えー、ともっとリッチなことできるんじゃないかしてみたいなっていう気持ちになってくると思います、はい、ということで最後にコトリン JS のアプリに JavaScript のライブラリどうやって導入していくのかっていうのを説明していきたいと思いますはい でまあ、導入の手順なんですけども、えー、とまず入れたい JavaScript のライブラリを NPM ですとか g r a d l にえと書いて依存関係を追記しますとコトリンのコードにで使えるようにするには基本的にはアノテーションを使って、えー、と JavaScript のライブラリをコトリンのコードにインポートするっていうのをやりますと。はい でえー、っとまあ上2つだけやればとりあえず使えるようにはなるんですけども実際のところはこれにプラスアルファで型定義ですとかメソッド定義をしてあげることで JavaScript のライブラリをコトリンらしく扱うっていうえっと処理がわりと必要になったりしますとでここでコトリン JS 独自の機能をえ駆使する必要があったりしてここの知見のっていうのがまだまだ世の中に出てないのでえっとそれを共有していこうかなと思います。はい でえーとまあ、例としまして、えっ、ー、とリアクトスイ p a b l e v i っていうスワイプの動作を実現してくれる、えー、とリアクトのライブラリ、これをどうやって入れるかっていう話をします。NPM の場合はさっきちょろっと説明しました。NPM インストールでっ、えー、追加することができますと。でグレードルの場合は、えー、とビルドグレードルにこれもちょっとさっき言ったんですけども、インプリメンテーション NPM っていうふうにやると、JavaScript、えー、の ライブラリも依存関連に追加をすることができますと。はい、で、えー、っと、<laughs> ビルドのスクリプトに依存関係追加したところで、えーっと、JS モジュールアノテーションっていうコトリン JS 特有のアノテーションを使いますと。これを使うことで JavaScript のライブラリをコトリンの世界にインポートすることができますと。はい、えー、っと、モジュールの名前ですね。JS JS モジュールにて、えー、JS モジジュューールルの カッコの中に、えー、とモジュールの名前を文字列で渡してあげるとこの r e a c t s ーパ e p a b l v i e w モジュールっていう、えー、プロパティに JavaScript の、えー、クラスですとか、えー、関数っていうのがここ,ここを窓口にして引っ張ってこれるようになりますと。はい、で、あのー、テストのテスト関数っていうのが下にありますけどここの中で何やってるかっていうと ReactSweepableView、えー、のモジュールが持っている、えー、とページが切り替わった時の <laughs> コールバックのメソッドですね、オンチェンジインデックスがこうやって生えてくるので、それに対してコールバックのラム出し器を大事にするみたいな、こういうことが書けるようになると、まあ、実際、えっと、アノテーションを一つ、えー、使うだけで、えっと、JavaScript のライブラリを小鳥の世界に持ってくることが、えっと、一応はできますと。はい <laughs> ただここまで簡単だとそもそも JavaScript って型の動的片付けの言語でコトリンはあの性的片付けの言語であの両者のブリッジはどうやってやってるんだろうこれ魔法みたいじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけどもそこを頑張ってえっとブリッジしてくれてるのがこのダイナミックっていう型ですとさっっきちょろっと。 えーとマルチプラットフォームの話で出てきたんですけど、えーと、1個前のセッションのマルチプラットフォームの話でちょっと出てきたんですけども、このセッションでも解説します、ダイナミック型。はい、でこのダイナミック型って何をしてくれる方かといいますと,、えー、と、コトリンと JSON をは渡しを担う方でして、えーと、コトリンの中でどうやって振る舞うかといいますと、コトリンの世界で JavaScript のオブジェクトをほぼそのまま表現することができる方ですと、えー、とどういうこっちゃって話なんですけども、えー、JavaScript のオブジェクトをこれで生成して、 えっと js をダイナミック型の js オブジェクトっていうので打てたとします。まあ、そうするとまあ、存在するキーに対しては？ あの値が取れるってのは全然いいと思うんですよね。えっと、f o っていう値に対して、えっと、バリューは f o 文字列のフーがあるんで、えっと、取ってこれる。えっ、ー、と、bar でに対応するのは111っていうウィント型のえっと、数字なんで、まあ、それが取ってこれると、ここまではいいんですけど、まあ、JavaScript のオブジェクトと同じ働きをするので、存在しないキーの値をこうやって JavaScript のに近い文法で代入ができてしまうんですよね。<の音> a a bbb っていうキーは存在しないんですけども、そこに対して、あの、アクセサー書いて、アットフロムコトリみたいな感じでバシ込んで代入ができ とで何のエラーも出ずにしれっとあの文字列が取ってこれてしまうと、はい、これすごく強力であの便利っちゃ便利なんですけどもあのダイナミックをこれを多用してると,、えー、とコトリンで書いてる意味が全くないと、はい、最初から JavaScript を勝てばいいじゃないかって話になってくるんでこれを多用するのは良くないとまあ、えー、と普段からコトリンで書いてる、えー、と僕らにとって 僕ららとししたらこういういいになってほしいわけですよねドット風えっ、ー、と文字列のフーが取ってこれるドットバーホーででっ、えー、と11が取ってこれる、えー、存在しないキーに対して代入しようとしたらそもそもあのシンタックスエラーになってくれよっていうそんな感じだと思うんですけども、えー、とこれを実現するためにはエクスターナル就職子っていうのを使ってえっ、ー、と JavaScript のオブジェコートリンの型定義と JavaScript のオブジェクトをこれエクスターナル就職詞をつけることでマッピングをすることができますとさっきの例で言うと,、えー、っと <laughs> テストオブジェクトテストチャイルドオブジェクトっていうインターフェースを2つ定義しまして、えー、っと生成した JavaScript に対して テストトオブジェクトってていう型で受けてあげると、まあ、そうすると「あっフー」っていうキーがあるんだね「バーホデ」っていうキーがあるんだねっていうのがコトリン解釈することができるので、えー、っとコトリンらしく呼べるようになると。はい、で、まあ、こんな感じで、えー、っとス導入したい JavaScript のライブラリーをコトリンらしく扱うためにこのエクスターナル就職子をつけたインターフェースで型をつけてあげると,、えー、っとダイナミック型をうまいことを隠蔽してあげるっていう処理が、えー、っと必要になって できますとはい、まあ、実際の例を見るとえっ、ー、と,エクス、えー、となんだリアクトスイーブルビューズのえーと例で言うと,、えー、とオンチェンジインデックスっていうプロパティ使いたい時には、えー、とエクスターナルインターフェースをまず定義してあげて、えー、プロパティのオンチェンジインデックスっていうのが存在するんだよっていうのをここで教えてあります。でえっ、ー、とリアクト JavaScript のモジュールをえーと r c l クラスっていうクラスで一回キャストしてありますとこれを使うことでえーと r c o コンポーネントのクラスの中で React の,の JavaScript のモジュールを扱いやすいえ形にできるので一回キャストしてありますとでえっとキャストでえと定義したインエクスターナーインターフェースに対してえとラムダ式をこう代入するっていう処理の セッターを拡張関数とししてて定義してありますとここまでいくと,、えー、とレンダークラスの中でリアクスイーパブルビューズに対してオンチェンジインデックスを設定するっていう拡張関数がこうやって生えてくるので、まあ、いかにもコトリンらしく呼べると、まあ、こんな感じで書けますと。 ちょっと待って、ちょっと待って、辛いんじゃないかみたいな話になってくるんですけど <laughs>、えっと、まぁ、型定義、関数定義にかかる労力大変なんじゃないかって話なんですけども、1つのライブラリについて、まあ僕のえっと、えっと、ポートフォリオのサイトで、リアクトスーパーブルビューズ使ってますけど、えっと、それで関数定義に使ってる行数は大え50行いってないぐらいですと。 えと作りたいものが割とはっきりしている場合はこれ必要な量だけ定義すれば OK なので、ねまあ、楽はできるかなと思いますただし、えー、と僕の経験上巨大なライブラリの型定義ですとか関数定義はやろうとするとかなりしんどいですと特に、えー、UI のフレームワークですねえっ、ー、とさ々さっきから出てきてるマテリアル UI だとかあとリアクトブートストラップみたいな、えー、とフレームワークがあるんですけどもこれはで特に UI のフレームワークになるとこう 100とか200とかビューのコンポーネントがあってそれをこう一回使ってみてあやっぱり違ったみたいな感じでトライアンドでエラーをたくさん回したいと思うんですけどもまあそれのサイクルを回すのがすごく大変ですとはいなのでちょっと心してかかる必要があるっていう のは残念ながらありますで1つ、まあうん、宣伝ャーあれなんですけども、も、えー、マテリアル UI に関しては、えー、と本当につらかったのでラッパーのライブラリアルを作りました。はいえー、とマテリアルデザイナー、えー、とコトリン j スの、えー、とライブラリアルを作りたい場合はこれを使っていただければいいかなと思います。9割方対応してるはずです、あのリアあマテリアル UI の。はい、まあ、こんな感じで今動かすデモをやってますけど。ちょっと待って <laughs> ウワスでもやってますけど、まあ、普通にリップルも効くしあのリップルも効くしこうマテリアルデザインっぽく動くっていうライブラリを作ってるので、えー、とこれを使って、えー、とコトリンジェス触ってもらえればなと思いますでなんかライブラリを作りたいっていう場合の、えー、と参考にもコードを読んでもらうと,、えー、とすごい参考になる気がするので、えー、とぜひ、えー、と見に行ってもらえればと思います、はい、で、えー、と最後なんですけども、えー、とどうしても コトリンで JavaScript をどうやって書けばいいかわかんないみたいな話になってきたときの最後の手段としてですね JS メソッドっていうのがありますと、これ何かと言いますと、えっと、引数に生の JS のコードを文字列で渡してそのまま実行することができるというやばいやつです。僕の作ったやつの中でも Google マップの API の初期化のコードがマジでコトリンでどうやって書けばいいかわからなかったのでそのまま書いてあったりします。これ多用してたら本当に トリコトリンで書く意味がないので対応は現金なんですけども、えっと、本当に動かないよってなった時にはこいつを使うことで、えっと、得たい機能は得られるまあで、えっと、困った時は JSO これでとりあえずコピペしてあ動くことが確認できたねみたいな感じでちょっとずつコトリに変換していくってやると何、えっと、だろう作業効率は上がっていくのかなっていうふうに思いますとはいで、えっと、最後にこの発表のまとめですとはい えとコトリン JS の概要アップデートの歴史について、まあ、軽く説明しましたと,、えー、と出てきた当初正式リリースの当初はですね、えー、と2つプラグインがこう分かれていたりだとかしていまいち立ち位置があいまいだったっていう時期もあったんですけども、まあ、今はですね、えー、とプラグインが一つにまとまってコトリンマルチプラットフォームの中の1機能みたいなコトリンマルチプラットフォームの1億を担うみたいな立ち位置にだん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 ,だんと変わりつつありますと。はい でえー、とコトリン JS を使ったウェブアプリの制作のハンズオンを、えー、しましたと。NPM、グレードルどちらでも作ることができますと。で、えー、と JavaScript のライブやりをうまく使えるっていうのがそういう強みなんですけれどもその、えー、使う上ではダイナミック型とエクスターナル就職子っていう、まあ、JVM のコトリンにはない、えー、と型ですとか就職子があるので、まあ、これを、えー、使い方を覚えてもらうというか使いこなせるようになることで、えー、といろいろ自由に。 えー、ログあものを作るるることとができるようになると、はい、で最終手段として JS メソッドっていうのがいるっていうのを覚えておいてくださいみたいな <laughs> そんな感じです。で、まあ、これからの展望なんですけどもちょうど前の発表であった、えー、っとマルチプラットフォームの話でもあったんですけども、まあ、一番大きなところは、えー、っとバックエンドとフロントエンドを一つの ののプロジェクトにままととととめるることができきいうのはすすごく大きな強みだと思います、えっと、ドメインオブジェクトだとかドメインロジックの共有っていうのができるのも強みだと思いますし、えっと、ビルドスクリプトを共通グレードルに共通化することができるのも結構でかいと思い,思います僕業務、えっと、バックエンドは Rails でフロントエンドはリアクトで書かれてるあのプロジェクトを触ってますけども、えっと、やっぱり各言語のか、えー、フレームワークに応じたこの ビルドのスクリプトをこうやって見なきゃいけなかったりするんでそこの、えっと、ギャップをグレードルにまとめることでなくせるっていうのはすごい大きいかなっていうふうに思います。で、えっと、あとそれから HTML だとか CSS の記述をコトリンの DSA で勝てると、えっと、このタグはこの HTML に HTML タグに存在するのかとかあと CSS のタグがわからんみたいな問題を割と解決できるのがすごいいいかなと思います。 でえー、と本番導入における壁なんですけども、えー、と,とにかく一番辛いのがです、ね、圧倒的に事例が不足してます情報がないですっていうのが、えー、と最大の壁ですと,で、えー、とラ,イブラ,リラッパーのライブラリっていうのもまだまだ少ないので、まあ、そこが増えていく。 っていうことが普及の中でえっと一番今後必要になってくるものかなと思います。で今日僕がこういうえっと話題で発表したのも、まあコントリンジェを使ってえっとウェブアプリケーションちゃんと作れるんだよっていうのを皆さんに知ってもらってですね、まあ、何か簡単なものでも作ってもらってえっと公開していく。 公開,してもら公開できたら公開してもらうっていうサイクルを、えー、と踏んでもらえたら嬉しいなっていう気持ちがあったりしますとまあそれで、えー、と知僕が得られなかった知見ですとかこう知識っていうのがどんどん蓄積されてそれがこう世の中に広まっていくことでコトリンまあひいては一番、まあ、コ,トリンコトリンが一番上位の存在としてありますけど、まあ、それが次の、えー、とステージに進む一歩になると思いますので、まあ、皆さん是非、えー、興味と興味 持ってくださったら触ってもらえると嬉しいなと思います。ことりんでフロントエンドの開発ができるのはすごく楽しいの楽しいですので、まあ、たくさんの人が触ってくれると嬉しいなと思います。はい。 で最後、えー、と宣伝です。一応、まあ、ちゃんと働いてる人間なんで、えー、と宣伝をします。はい、<laughs> えと株式会社、ベアテールっていう、えー、と会社でエンジニアやってるんですけども、エンジニアめっちゃ募集してます。えー、とドクター・ケイシ生イさんというケイシ生イさんの自動化のサービスと、えー、とドクター・ウォレットっていう家計簿のサービスをやってます。で、アプリの方ですね、えー、とドクター・ケイシ生イさんの,方のアンドロイドのアプリは、もうフルコトリンで書かれてまして、まあ、最近、えー、と頑張ってグレードルを全てコトリン DSL に書き換えたりだとかして、こうモダン あんなコトリンの開発ができるように、えー、と日夜頑張ってますので、まあ、興味がある方は、えー、とぜひ僕に懇親会とかに連絡くだされば嬉しいなと思います。であと,、えー、と時間がないんでしゃべれないんですけども、えー、とおまけパートとしてコトリン JS のコード探索みたいなのをこうやって書いてたりするので、えー、とネットに上がってる資料を見れる方はそれでコトリン JS どういうものかっていうのをもうちょっと深く、えー、と勉強してもらえたら嬉しいなと思います。はい ハバナエスコトリンジェイスっていう感じで、はい、お笑いしていただきます。ありがとうございました。<laughs>